新しいマップに綺麗になりました。海辺のリゾート、いいですね。開演時間、陽子が楽しみにしていたアーティストのライブが始まってしまいます。開演時間までにライブ会場にたどり着けるようにしてあげましょう。乗ると進んだ方向へ走り続け、曲がる角にぶつかるまで止まれません。他の人を巻き込むとやばいってことね。またジョンいるじゃん。ジョンどこにでもいるじゃん。まあ、でもぶつかっ…え？ちょっと待って、まあ陽子を乗せてあげればいいんだろうから、まあちょっとひとまず乗せてみましょう。ここじゃないの？ぶつかったらだって、ここじゃない？とりあえず行ってみよう。どうなるんだろう、乗ると。あっ、いいんじゃない、何事もなく。ギリセーフ。ヨーコすごいな、なんか。ヨーコ想像と違ったんだけど、なんか世界救いそうな見た目してない、なんか頭の感じが。成功です、いい感じ。また迷子や、また迷子や。タコをね、 OK。 あ、次犬も加わってる。すぐ迷子になる。多いな。犬どこにおるの？え、犬どこにおるの？あ、犬下ね。待って。ん？あの、今見えてる親ダコのルートだと、ちょっと一番下の子ダコ助けに行ってなくない？今のルートだと。全部回収しなくて、できるだけたくさんだから、あいつには犠牲になってもらう。そうしましょう。もうあの子には犠牲になってもらうしかない。とりあえずやります。ひとまずまあこの子をこっちに行かせないようにここに置いて、ちょっと一旦様子見よっか。これで、うん、感動の再会ね。もう天に見せてるようにしか見えないんだよね。あ、待って、出会う？もしかして、もしかしてこれ出会う？君一回転んどく？とりあえず。え？待って、食ってる？もしかしてバナナ。びっくりした、バナナの皮食べてるんだと思った。あ、これでさ、あとはさ、もう合わないよね、きっと。え、なんで突然あの犬が解き放たれたの？逃走中みたいな感じだって。じゃあもう解き放たれたハンターみたいだから今。成功です、一匹の犠牲は。まあ、また迎えに来るよ。続いてライドン、ライドン。現在のスケボー同時乗り記録は2人で3人乗りに挑戦しましょう。なるほどね。まあ、要するに誰か巻き込めってことか。博士とボビーとメアリー。おーは？バナナ1個しか使えないのね。博士の方が足が速そうだから、博士を一旦、よし、やります。博士をとりあえずこの辺で足止めして、で多分これをここに置かないと、あ、まだ起き上がらないで、あー、間に合うかな。ボビー走って、ちょっと、あった、メアリーかわいそう。意外と簡単じゃないの。
よかった、どんどん勧められちゃう。続きまして、おしゃれ倉庫街行ってみましょう。お呼ばれにはスイーツを持って、トムは博士の秘密研究所へ遊びに行きます。せっかくなので手土産にスイーツを持たせてあげましょう。なんだこのアイテムは。新アイテム、チラシ。みんな大好きなスイーツ屋台のチラシです。拾った人はチラシを持ってスイーツ屋台へ向かいますが、2枚目のチラシは無視します。え、あの真ん中の人誰？あれもしかしてゾンビ？突然のゾンビ。まあ一回やってみよう。多分タイミング見て、戻っていくのかな。ここにもし置いたとするじゃん、チラシを。するとさ、こう下に行って行ってくれるのか、それとも一回戻って行ったら死ぬな。ここに置くか。なんかちょっと連想しない。あ、まずい置き方したかな。あ、まずい置き方したね。出会っちゃう、もしかして。もしかして出会っちゃう。出会っちゃったね。あー、すごい生々しい。とりあえずいっぱい置いてみよう。なんかもうこの辺にいて、ここに置いたらさ、すぐ向かってくれるのかな。うわー、出会いそう。なんかすごく出会いそう。だって跳ね返ってくるでしょあいつ。わ、すごく出会っちゃう。わあ、もう必然的な出会い。いやー、でもあそこでも違う、あそこでも違うってことは、もう置くとこは一つじゃないですか。もう真ん中ですよきっと、多分。うわー、なんか出会いそう。うわ、うまいこと出会いそう。あ、意外と出会わない？どうやって行く？あ、いいんじゃない？どこ、あれだよね、きっと博士に行くまでがミッションだもんね。お菓子買ったからって正解じゃないもんね。あ、いいんじゃない？意外と出会わないんじゃない？あ、いいんじゃない？行けんじゃない？行きましたよ。やばい街だな。おしゃれ街って聞いたはずなのにゾンビおるってやばい街じゃん。イエーイじゃないんだよ。こっちの気も知らないで。見ていきましょう。商品の花があと1本残っていますが、花を持ち帰ろうとしています。最後の1本も売らせてあげましょう。いいじゃん、持って帰れば。うわ、なんかもう設定がいっぱい。タコもおるし。じゃあ博士足止めしてあげないと。あ、違う、ハンナを足止めしないと先に行っちゃうのか。あのピンクが多分ハンナですよね。タコのことは考えなくていいんだよね多分。あのチラシは誰にあげる。そっか、ハンナにも見せればハンナも言ってくれるってことか。あ、最初にチラシを置いて、チラシやって多分こう帰るから、ここと足止めしすぎかな。ここに置けば、あ、なんか足止めしすぎた気がしてる。ちょっとあの関係ないところにちょっとストーリーが生まれちゃったんだけど。あー、絶対忍びすぎた。あ、あれ、意外と博士そっちに行くのか。あ、意外となんかできちゃった。うん、きっとあの親だこがいなくなったからだろうね。書いてないもん、やれって。え、続きまして、倉庫街の迷子。タコ生きとったんか我。
あーなるほどね、邪魔をして、まあでもあそこに置いて上に行く。え、ここには絶対置くじゃん。え、でもさ、そこに置いたらまあそうやって右に行くじゃん。そうすると、あの大通りの2匹まっすぐ行ったら連れて帰れるんですよ。待ってね、でもここで多分まっすぐ行っちゃうじゃないですか。あ、そういうことか、ここに置けばいいのか。置くと上に行ってくれるかな。で、行けないってなって右側のとこに行ってくれるんじゃない。いいんじゃない。あー、感動の再会。いけますね、意外とできちゃう。さっきあの昇天させちゃったけど、一匹犠牲にもしてる。もう永遠と帰れない子一人いるけど今。いいじゃないですか、クリア。あ、また増えた。駅前ストリートが遊べるようになりました。竜巻をどこかに発生させて、博士、陽子、ホビーを全員最初の場所に戻しちゃいましょう。置くとすぐに大きな竜巻が発生し、近くにいた全員が巻き込まれて生徒地点に戻されます。だからこの3人が会うところを探したいんだよね、きっと。え、なくない？なくない？この3人が会うところって。竜巻の大きさにもよりますよね。ひとまず陽子とボビーが早いから、陽子とボビーを足止めさせつつ、あれ、ボビーここ通るんだっけ、通りつつこうじゃない。え、ねえ、一発で終わるなんて聞いてないよ。一瞬で終わった。合ってるはずなの。これそうだよ、みんな近くに行くって知ってたもの。ほら、あー、分かったよ、置くタイミングが違ったんだな。学んだよ、分かったよ、学んだよ、待っておいたよ。これでみんなが ということでやってきましたが、いいですね、なんかミニゲームみたいなものがいっぱい入ってる感じだったから、なんか延々とできちゃうこのゲーム。しかもなんか頭使うし、こここう行ってこう行ってみたいな先読みもね考えられるので、結構ねミッション成功するとやるやん私ってなりますね。ということで気になった方はぜひ、これあれだね、任天堂スイッチでできるので多分ね、お気軽にできると思うので、皆さんも気になった方は人のパズル遊んでみてはいかがでしょうか。ということで次はどんなゲームをするのか、私自身も楽しみながら待ちたいと思います。それではバイバーイ。